は済んだようね。成果はどうだったのかしら。どうせ旬の過ぎた痩せた鮭しか、上等な鮭、身の張り、皮の輝き、どう見ても超一級品だぞ。時知らず、鮭の旬である秋ではなく春頃から夏にかけて水揚げされる極めて貴重な鮭、完全に成熟する前で腹に卵や白子を抱えていないために、その分の栄養が身に全て行き渡っている。すなわち1年間で一番うまい状態の鮭。でも夏に水揚げされるものがどうして今先生もご存知でしょ、ブライン法を。ブライン液と呼ばれる0度以下でも凍らない液体を用いた瞬間凍結法。対象物を氷点下に到達させる時間が圧倒的に短いため、食材の細胞膜を破壊することがない。つまり品質を全く落とさない、いわば時を止める冷凍法。科学と美食、それぞれの英知が織りなす結晶といえる技術ですわ。いやー、ブライン法を扱ってる業者が近くにあって助かったわ時知らずの在庫があってよかったよそんなこと最先端の美食業界では常識。食材を確保できても料理を出せなければ意味はないわ。制限時間の日没までもう30分を切っているのよ。今からまともな品ができるわけが。解凍具合はどうだ。物自体は小ぶりだ。いけるな、半解凍の方が楽だ。ゆきひら君とチームを組むことになるなんてね黒木場、超速で頼めるか。誰に向かって言ってやがる。俺に命令すんじゃねえ。そりゃ悪かったね。おにゃや、一瞬たりとも滞らない。本当にこいつら即席チームかよ。なんて分厚い油の層と身の締まり、時知らず特有の優美で上質な油だわ。よし、完成だ。時知らずの幽庵焼き、さあお上がりになって。こんなもの。なんだよ。何を。